今日紹介するメニューは玉ねぎステーキです。玉ねぎが主役の電子レンジを使ったヘルシーな一品、今回一緒に作ってもらうゲストをお呼びします。どうぞ。お久しぶりです、下國シェフ。福永さんです、よろしくお願いします。2回目があってよかったです。いや本当ですよね、はい、もう前回は最高でしたね。あの素敵な胃袋つかむ飯をありがとうございました、うん、ということで今回はヘルシーだけど満足感のある玉ねぎ料理を福永さんと一緒に作っていきます。さらにカロリーは気にしないという方のためにカロリー爆弾バージョンもご紹介します。下國シェフには前回同様福永さんのサポート役に徹してもらいます。まず玉ねぎの根の部分、少しそれをくり抜いてあげてください。ここで早速ポイント、茶色の皮は剥かずに根の部分をくり抜きます。お、あ、違う、おきれいに取れました。ピョンって出ましたね。楽しいですね。いいですね、はい、よし。あとはもうちょっと火の通りを良くするためにちょっと十字に切れ込みを、はい、もう本当に軽く OK です。次にボウルに玉ねぎを入れ、塩2つまみ、タイムを入れます。そして香りをよく引き出すためにニンニクを潰しますが、前回は潰すことができなかった福永さん、教わった技術を生かしリベンジできるのか。お、やってますね本当に刻まれてるんです体にやればできる子。続いて玉ねぎと少しのお水を入れて、蒸気が逃げないようにふんわりラップをかけます。そして電子レンジで600ワット8分温めていきます。おお、こんな感じになります。玉ねぎの甘いいい香りしますね、はい、しますね。この液体の中にそのニンニクとタイムの香りもちょっと移ってくれて、これが実は最後ソースの代わりにもなるんですよね。ボウルから玉ねぎを取り出し皮を剥きます。熱いのでやけどには十分注意しましょう。まずその頭の部分、そこを落としてあげましょうか。はい、あ、形が崩れそう。大丈夫です、いけます。ちょっと待ってください、はい、あ、切り切れてませんでしたここ見ていいですか。あ、切り切れてないですね。もう一回もう一回切りましょう。すいません、玉ねぎが柔らかいあまり上手に切れない福永さん、シェフにお手本を見せてもらうも全く切れず、シェフもこの表情。柔らかいと切りづらいので力を均等に入れながら包丁をよく動かすことが重要です。粉をつけて表面ちょっとパリッとさせようかなと思うので、はい、この小麦粉、はい、剥がれないように両面につけてあげてください。オリーブオイルをひいたフライパンに玉ねぎを入れ、中火で両面をこんがり焼いていきます。では一番弱火に落としてあげます、はい、そこにみりん、酒、醤油、残しておいたエキスで味付けをしたら完成です。福永さん盛り付け頑張って。この綺麗な麺を上にして、あ、いいですね。てか美味しそう、めちゃめちゃいいんじゃないですか。本当に可愛い、めちゃめちゃ。少しだけソース残ってますよね、はい、でそれをちょっとスプーンか何かで、あとはあの香ばしく焼かれているタイムとかもこれを飾ってあげると、まあ食べれればしないんですけども、はい、見た目的に少しだけ華やかになるかなと。こちらで玉ねぎステーキ完成です。そしてこの玉ねぎステーキにひと手間加えた下國流アレンジもご紹介します。福永さんに作っていただいたのは、あの本当にヘルシーでもう罪悪感のないような玉ねぎの料理ステーキなんですけども、はい、ちょっと今から作るのは罪悪感満載の、もっとこんなことやったらちょっとねまた雰囲気変わるよっていうものをちょっと僕提案させてもらいたいなと。まずは玉ねぎを温める工程までは同じですが、切り方に違いが。先ほどは輪切りにしましたけども、今回は繊維に沿って切るような感じ、こんな感じです。玉ねぎの層を全て分解し、その間にあるものを挟みます。これシュレッドチーズ、はい、たくさんこれザーッと入れてあげて、はい、戻していきます。これに片面だけ小麦粉をつけ香ばしく焼いていきます。
ソースを作っていきます、はい、火を弱火にここに入れるのはバターです。この玉ねぎのエキス、はい、スプーンを使って玉ねぎにソースをかけると味がしみしみ。では盛り付けていきましょう。うん、可愛らしいですね。これで玉ねぎステーキの完成です。2品完成したところでお待ちかね試食タイム。福永さん頑張って作った玉ねぎステーキヘルシーバージョンのお味は？お醤油、うん、焦がした部分も効いてて、それがなんかより玉ねぎの甘みをぐっと引き出してくれてますね。ちょっとシャキシャキ食感も残ってるのがまた癖になります、はい、出来栄えに福永さんご満悦。そして下國シェフアレンジのカロリー爆弾バージョンは、全然違いますね。やっぱりね変わりますよね、うんうん、バターだったりニンニクも多少効かせているので、なんだろう、イメージ的にグラタンだったりとか、はい、そういうものにものすごく近いイメージが持つんですよね、うんうん、なのでこのバターとかチーズとかの相性はまず間違いないんですよね。チーズのコクと、はい、バターのとろける感じ、はい、止まらないです。止まらないですよね、うん、皆さんもぜひお試しください。